いや、俺はこの日のために練習に励んできた。まずは私はガイド言ったけど全然消えてねえ。これは厳しいな。ミシャさんはどうだった？うわー、なんでミシャさんの方がうまく消えてるな。ユニコーンだね。ここはやっぱりあれですよ、ロングショットで有効に稼いでいきたいところではあるけど、ロングショットできる場所がいまいちないっていうね。とりあえずオレンジを消してって、まあ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 、23,000点、結構差が出ましたな。17,000点差で、俺はもう一回ここ行って、いやこれはね、まさき行かないか、そこまでは行かないか。ガイド2回連続使ったのはちょっともったいなかったかな。最後に取っとくやったガイド。いやー、結構差出たね、20,000点。確信的きた。そしてフリーボール入れていく。ミシャさんの見ようか。うわー、なんもねー。倍率は俺3倍のミシャさん2倍って感じかな。ロングショットで確実に稼いでいく。これで、9000点差。あ、ダメか。で、これで25,000点入っていく。29,000点の倍率5倍と。ほで、抜いていく。73,000点対、9,000点差？ミシャさんとは9,000点差。よっ。ミシャさんはこれで消してって。あ、全然消えない。13,000点。で、94,000点、10万点か。2万2,000点差。これはもう、で、26,000点で、ミシャさんが1,000点。26,000点で13万1,000点で、ミシャさんが80,000点。いや、終わらせることを考えるか。あ、でもピンクいったな。で、これで18,000点。コンサートで25,000点稼いでいくね。いや、倍率が俺10倍いってるからね、今ね、もう。あと2。で。いや、終わらない、さすがに終われないかな。あ、終わる！あ、終わった。25,000点で、残り1球はミシャさん。ギブアップしてもいいですか？いや、もうだい、ちょっとやってください。まだ一応いいだろ、はい、まだ3倍だぞ。いや、はい、一応敗者復活戦あるんでね。まあ別にあの、もう強制参加になりましたけど、敗者復活戦は。さあ、ここで
最終結果。敗者復活自体ってできないんですか？いや、自体はできません。自体はできません。ちょっと抜けないでね。今記録してるから。4290でしょ？で、俺が、193280と。ということで、私の歌詞ということで。ミッシャさんが敗者復活でということで。はい。ということで、じゃあミッシャさん、お疲れ様でした。またお呼びします。